出番だな。いただき。罠が作動し、魔法の力で扉は閉じられた。スライムは炎に弱い。壁の松明が使えそうだ。どこかで金属の落ちる音がした。扉を開くための魔法の鍵を手に入れた。突然一匹のネズミが走り出て、君の手のひらに飛び乗った。姿はネズミでも、彼は魔法使いウォレスに弟子入りした見習い魔法使いだ。彼の管理する魔法研究室がまたもや魔術師に襲われたという。闇組織の手先が繰り返し襲撃してくるのは何か狙いがありそうだ。さて、君たちはどちらの道を選ぶ？君たちは迷宮がサイクロプスたちを捕らえておくために作られたのだと知った。鍵を持ち去った魔術師を追いかけろ。目的は牢獄の扉を開くことに違いない。
踏みつぶされた魔術師の死体のそばに奪われた鍵が落ちている。踏みつぶした相手は一目瞭然だ。すでに牢獄の扉は開いている。サイクロプスが押し寄せる前に扉を閉じればまだ間に合うかもしれない。牢獄の前にある鍵穴に鍵を差し込めば牢獄の扉は閉じる。閉じようとする扉をサイクロプスが中からこじ開けようとしていると、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 扉は閉ざされたが、牢獄から自由になったサイクロプスは倒さねばならない。君たちはサイクロプスたちの牢獄に再び鍵をかけ封じることができた。魔法使いの弟子は大喜びし、働きに見合う十分なお礼が用意された。神々の時代、人々は聖域に神々の世界を目指す巨大な塔を築こうと試みた。だがその傲慢さに神は怒り、都市もろとも滅ぼされたと言われている。
で。出番だな、上がり。お出ましよ。君たちは悪魔との戦いで傷ついた女僧侶の戦士と出会った。彼女はこの聖域を浄化するために僧院から使わされたものだ。何者かが聖域を汚し、魔界から悪魔の王を呼び出す儀式を行っている。神殿に聖印を安置し、悪魔の王を再び封じねばならないと彼女は言った。さて、君たちはどちらの道を選ぶ？悪魔の王の復活を阻むため、君たちはその儀式を直接止めることを決めた。魔界への干渉のため地震が起こり、遺跡が崩れ始めている。儀式はこの先だ。君たちが見つけた。邪神像の奥から空気の流れを感じる。裏に隠された部屋がありそうだ。任せね、アドリ。Yeah.
不用意に魔法陣に触れた瞬間、君たちは魔界へと飛ばされた。見よ、悪魔の王が戒めを解いて逃れようともがいている。力を封じられた今ならば、まだ悪魔の王を退けられるかもしれない。最後に呪いの言葉を君に浴びせ、戒めの底へと沈んだ。悪魔のうちで最も恐れられる上位階級のデーモンが君たちを追って現れた。
救いたまえ。信心のない盗賊のロニも恐ろしさに思わずつぶやいた。君たちは魔界でも悪魔の王に次いで上級のアークデーモンを倒した。君の名は救済者として寺院で永久に保管される書物に書き足されるだろう。間に合った。ここはかつて北部の帝国の侵攻で廃墟となった旧王都だ。今ではドラゴンやワイバーンが巣くう危険な場所と化している。突然隠れ家に踏み込まれたトム・ティットは慌てたが、君たちに敵意がないと見ると俺に用なら前金だと言ってふてぶてしく居直った。この廃墟にはレッドドラゴンが救い財宝の山を寝床にしているそうだ。君たちはその話についてもっと詳しく説明するよう盗賊に迫った。さて君たちはどちらの道を選ぶ？
辺りには硫黄の匂いが漂い、地鳴りのようないびきが聞こえる。覚悟を決めたら進みたまえ。デッドドラゴンはすぐそこだ。レッドドラゴンが眠りから目覚めた。この部屋は狭く、君たちには不利だ。右の扉から脱出できるぞ。
you
君たちは最強と謳われるデッドドラゴンを打ち倒した。どんな流れ者であろうと君たちの名を軽んじる者はもういまい。さあ胸を張って称号を受け取れ、新たなドラゴンスレイヤーよ。日が沈み、君たちは焚き火を囲んだ。明日に備え、しっかりと腹を満たしてくれ。さて、まだまだいけるわよ。悪くないわ。やみつきになりそう。おいしい。食事を終えた君は体を休めるため横になった。明日もまた危険な冒険が待っている。かつて魔法使いたちが憧れ、英知の聖域とされた魔法使いの塔は、王国の衰退を望む反乱勢力に占拠され、今や邪悪の象徴として恐れられる。
どれどれ、いただき。どれ。おお。君たちは暗い部屋の片隅で鎖につながれた精霊を見つけた。闇の魔術師らは彼女のような精霊や妖精を魔法研究のため手当たり次第捕らえている。自由になった精霊はこの塔で行われている恐ろしい実験について話した。それはどうやら怪物同士を合成するという忌まわしい研究のようだ。さて、君たちはどちらの道を選ぶ？塔の上層階にある研究室へは隠されたエレベーターから登れる。魔法の糸を紡ぐために使われた糸車のようだ。慌てた研究者は実験を放り出して逃げ出したようだ。制御を失ったビーカーの中身が暴走している。
床板がきしんでいる。今にも床が抜けそうだ。床がきしんでいる。今にも床が抜けそうだ。狭い部屋で身動きが取れず、キマイラは体躯を折り曲げたまま絶命した。この生物が次々と作られるようになれば、王国に大きな災いをもたらすだろう。迷いの森は来た道を見失うほどに同じような森林がどこまでも続く。森から出る道を知るのはこの森に隠れ住む忍者だけだと言われている。
乗り切った。異様な気配に君が振り返ると、岩の上には迷いの森の隠者が立っていた。気難しそうな隠者は、君たちに勇気はあるかと尋ねた。森を抜ける道は二つある。一つは危険を避ける臆病者の道。そしてもう一つは世にも恐ろしい怪獣に挑む栄光の道だ、と彼は叫んだ。さて、君たちはどちらの道を選ぶ？ゲイザーもゲイザーでいやらしい。君たちはその獰猛な怪獣の噂を聞いたことがあった。北の王国の多くの騎士がその怪獣に挑み犠牲者となったそうだ。
どれどれ、上がり。仲間 PHX。お出迎えHa!
洞窟のどこかで君たち以外の大勢の声が響いた。君たちは世にも恐ろしい殺人ウサギを退治した。どこからか聞き覚えのある声が響いた。栄光はお前たちのものだ。君たちは木のタリスマンを手に入れた。君たちは青のタリスマンを手に入れた。君たちは白のタリスマンを手に入れた。
迷えるものよ。何の用かな。新たな脈動を与え、渇きを満たし、さまよう魂を導いて、死を巻き戻し、目覚めさせたまえ。新たな脈動を与え、渇きを満たし、さまよう魂を導いて、死を巻き戻し、目覚めさせたまえ。新たな脈動を与え、渇きを満たし、さまよう魂を導いて、死を巻き戻し、目覚めさせたまえ。安らかなる眠りを、安らかなる眠りを、安らかなる眠りを、安らかなる眠りを。安らかなる眠りを、安らかなる眠りを、安らかなる眠りを。いらっしゃい。いらっしゃい。どれにするの？どれにするの？
どれにするの？どれにするんじゃ。蘇生といっても分娩上の効果は発揮されなさそう。死んだ判定になっていて、復活するまでの間の時間にしか効果ないだろうし。全員死亡判定になっている状態ってそうそうなさそう。全体ブレスでやられた時に一気に蘇生させるぐらいかね。しかも巻物だから何らかの炎症紋章ありそうだし、うまく使えたらロマン。戻ったか。
いらっしゃい。どれにするの？どれにするの？いらっしゃい。どれにするの？